雷鳴和は頑張る人の未来を応援し夢の手助けをする番組です。自分が学んでったピンポイントを載せられたりとかしたら、うん、あ、行ってみたいなみたいに思ってもらえればいいな、うん、どうですか、これ。いや、いいと思います。欲しい、うん、欲しい、その本欲しい、ね、パスポート的な感じですよね、うん、電車パスポートみたいな。電車パスポートね。最近スナックパスポートって言いましたよね。ちょっと近いものを感じますね。入りづらい。そう、入りづらい。そうなんですよ。ああいう儚げなところは入りづらい。入りづらいですよね。レトロですよね。うん、レトロなものとか大好きだし、もともと文学好きだったんで、うん、文学とか映画って、こうし列車って結構切っても話せない。古い映画館とかね。そうなの、たまんないなーってなりますでも、ビールは飲まない。うん、そうなんですよ。日本酒とか焼酎じゃないですか、お酒飲まないんじゃないですか。そうなんです。あ、そうなんですか。そうなんですよね。お茶ばっかりある意味渋いんですけどこのお茶がいい、今日このお茶にしようみたいな。あ、でもお茶とかも結構その静岡に行ったら静岡のお茶とかちゃんと地方地方で売ってて、そうですよね、お茶種類ありますよね、うんうん、そういうの見ても結構テンション上がります、うん、自販機とかって地方でやっぱ変わりますか。自販機とかその駅で売ってる、いや全然違うんじゃないですか、たまに、まあ、そのやっぱご当地なものは必ずありますよ、愛媛ポンジュースみたいな感じ、うん、そうそうそう、売ってんだよやっぱり、うん、あと鉄道会社によってもその自販機にペイントしたりとかもしてるんで、だって地方のコンビニとか行くと見たことも聞いたこともないカフェオレとか売ってます、ね、謎の山崎とか山崎大好きなんですよ、高知県ですね、山崎、うん、山崎ひまわりとか ね、なんかちょっと、あれコンビニみたいなものがいっぱい売ってて、大体手作りとかそうそう、お惣菜みたいな。北海道行って初めてセイコーマートあー、知らなかった。お弁当とかなんか作ってるんですよね、その場で、そうですそうです、キッチンがあるコンビニで、うんうん、結構焼き鳥とかが有名、そうですね、スーパー半分スーパーみたいな、美味しいんですよ地方のコンビニ、うん、すごく美味しい。あ、そうなんだ。どうしたんですか。いやいや、地方のコンビニ話盛り上がってそうですそうですね、だからそれも醍醐味ですよ、まあ、醍醐味、電車で行けば、行けば出会いが、地方のコンビニ大人買いできる、うん、じゃあこれでも結構もうまとまってません。そうですね、うん、多分その、うん、もうやりたいこともはっきりしてたし、うんうん、それができそうですし、うんうん、あとは沼田さん頑張ればいいだけなのかな。俺これ普通になんか買う。ああ、本当ですか。いいな、支援してくれそうです。あ、ありがとうございます。でもなんか電車に乗ったらなんかそういうの挟まってたらもういいなって感じしますよね。そうそう、 JR 巻き込むのはあなたの仕事。あ、私ですか。キオスクで売ってるとか。解説とかの3時間事前解説とかしてからちょっと高いリターンにはそういうコースつけてくれる。ブリーフィング。そうですね、あの伊藤さんがもうこの本を一冊ちょっと説明とりあえずまあしてくれて、音声ガイダンスつけてくれる。あ、それ聞きながら乗るとね、うん、また音声ガイダンスがいいですね。もうそろそろ右手に何々が見えます、ね、今そこですか。うん、そこはですね、あれがあるんです。電話できる。電話やめよう、めんどくせえよ。毎回電話めんどくせえよってなる。アプリスカイプで30分相談できるとか。それはね、それはかわいそう。さっきのマネージャーさんがもう格闘技やってる。谷岡の好きなマネージャーさんが。じゃあメールベースとかだったらいいかもしれない。メールで高い、高い値段だったらね。ファイルに返してもらえる。変わりちゃダメ。すごくマネージャー。でも音声ガイダンスはあった方がいいな。いいですね。ね、ぜひね、うん、乗りながらちょっと片方では音で、ね、列車の音聞きつつ、うんそうね、同じカタンコトンカタン、今私の、ま、イヤホン外してください。今からいい音聞こえるんで外したいい音聞こえるでもなんかその、まあその、うん、実際できるかどうか分かんないですけど、そのアプリって地図、あの GPS とか積んでるじゃないですか、うん、携帯で、うん、だからそこの駅に行くとその GPS でここの駅に着いたらこうなんか解説が自動でくれるとか、そういうのがあったら、まあ、面白いなとは今思います。そうでしょ、それはリターンによる。買います。そのアプリ買います僕。それリターンによるか。普通にいくら積んだから、いくら積んだから。また最後はドルの話。ドルこれの話、お金の話。目が円マークだ。絶対1億円、1億円2月の話。でも沼
松さんじゃあこれ何プロジェクトにします、はい、もう伊藤さん編集長になるんですかねこれ。あそうですね、伊藤さんが文章書けますから自分で、ね、編集長ですね、伊藤編集長による伊藤編集長のグラビア写真付き。めっちゃ自分大好き電車ですよ。でも編集長自分で正直な話電車の中で水着はちょっと見てみたい。ああ。なるほど、怒られないですか、ね、怒られるかもしれないね。JR じゃないとこですね。それは単純に個人の妄想。ああ確かに私も見てみたい。おまけですね。おまけ。別にスクミズでもいい。あスクミズ。逆にスクミズの方が。ハードル高いです。でもいいですね。はい、じゃあ何なんか鉄道伊藤編集長による愛蔵版鉄道ムック制作プロジェクトじゃないでしょうかね。愛蔵版いいですね。愛蔵版どうでしょう。レトロ。あぜひお願いします。あはい、よろしくお願いします。ぜひぜひ。伊藤桃さんの相談は解決。電車でギャオ。お店を高円寺で開きましたので。あ素晴らしい。チャージです。元気をチャージします。素晴らしい。お子さん3歳って同い年ですね、はい、そうなんですね、うん、めちゃめちゃ可愛いですよね今ね。ママパパともお願いします、はい、早くついていけるようにね。ね、全然猫可愛かったら場じゃないですね。はい、まあまあいつね、それもご縁ですからね。ご縁ですよね。まあでも今日もそのご縁もあって、はい、あのまあ罰につながりって言ったら何ですか。あのまあでもただあの本当にあのたまたま宮崎行った時にお仕事で行った時にあのご紹介いただいて、面白いや罰にオフとかないからそんなあっても面白くなさそうじゃん。それならみんな暗い顔して、まあ暗くはないですあのいや宮崎でご紹介いただいてあのミーさんを今回はちょっとあのミーさんを、はい、面白い人ってことでですねご紹介いただいたので、あじゃあ今日せっかくだったらってことで宮崎からわざわざお越しいただいて、はい、さっきどれぐらいかかるんですかここまで時間は。時間ですか、はい、え時間ですか、はい、飛行機とか飛行機で1時間30分あぐらいかな。宮崎市ですか。宮崎市です。あ行ったことあります、はい、宮崎一回だけあります。おなんかあの神社になんか投げました。あ青島、青島神社、宇土神宮、はい、宇土神宮だ、宇土神宮、俺もね投げた入りました。いまいち投げたことしか覚えてないです。僕、違う、ミーさんやられたのヘナアートなんですよ。あ、はい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 、ヘナアートって、ヘナアート、ボディアート、ボディアート、はい、をやるんですか。はい、書く人とその技術を教える学校を、はい、はい、してます。先生になって、もともとねヘナアートをやり始めたきっかけとかも、まあ、いろんなご縁があってやり始めたんですよ、うん、そうですね、まあ、ご縁もあったんですけど、うん、大きなきっかけはちょっと大きな病気をした時に、うん、なんかこうもうちょっと死んじゃうよみたいな感じだったんですね、うん、でその時にそのなんかこのままじゃいけないなっていうのと、うん、何か残したいなっていうのがあったのと、あと闘病中にできる何か身につけたいなと思ったのがきっかけですね、はい、でも書くことができるってことは要はそのネイルアートとかじゃないですけど、はい、細かいことができるってことですよね。細かいことが大嫌いなんですけど、このヘナアートに関してはそのこれをやろうと思ったきっかけがこうネットで探してて、うん、何かないかって一生懸命探してた時にそのホームページにですね、ヘナアートは心のアートですっていうのにドカンと来て、うんうん、なんだって調べたいった時にそういう、こうインドの伝統柄なんですね、ヘナアートが。あ、インドの、はい、インドの伝統柄なので日本人で言ったら家紋とかあと絵馬にお願い事を書くとか、うんうんうん、そうい う, こう身近なものであって大事なもの。じゃ形にも意味がある。そうですそうです、模様に意味がある。意味の、うん、意味のある模様がいっぱい、なんか何も考えてなかったんですけど、はい、あれって意味がある模様っていうことですか。そうなんです。へえ、何願い込めると願い叶うから。山美幸先生という、あの 山先生という、はい、あの女性の漫画家さんなんですけども、逆にその復活の吉田さんたちみたいな編集の人ってどうやってそのアプローチされるんですか、そういうあの先生方。あ、そこが一番すごい大変なところなんですけど、はい、うん、先生の居場所がまずわからないケースがほとんどで、めっちゃあるそれ、わかる。漫画家の方って
て出版社に囲い込みされてるケースが多いので、うんはい、その出版社の専属の方だったりするともう絶対交渉が出版社を経由しないと無理だと思うんですけど、まあ、で出版社に頼む場合ももちろんあるんですけど、まあ、そうじゃなくて作家さんにまあ話をした方が早いっていうケースもあるのでそういう時は必死で連絡先をいろんな方法を使って入手して、まあ、今だとインターネットで皆さんブログとか、うんまあ、ツイッターやってる先生もすごい多いので、うんまあ、そういうところで検索したりとかもありますし、でもメールだけじゃ連絡取れない場合とかもありますよね、うん、うちも直接行ってますだから、ね、先生みたいな感じインターネットできない先生もねやっぱりいるので、あとはその作家さんつながりで一人作家さんがいてその人の友達からとか、そのパターン多いです、そのパターン結構いいんですけど多分、はい、それが一番まあ何でしょう、信頼してもらいやすいというか、なるほど、うん、私ご飯食べに行くときに漫画家さんで LINE 送ったりとはありますけど、うん、よく考えたらなかなか連絡つかないかったりするじゃないですか、はい、ご飯行こうだとつながるけど仕事だとつながらないんだろうなと思って、うん、あ、うん、飲もうっていう時はこうみんなブワーッと集まってますけど、みんなどっから来たんだろうみたいな感じはありますよね、うんうん、お互い連絡が取れなかったり、あと先生同士の連絡網とかで回してもらったりとかする、うん、連絡ネットワークすごい、はい、先生同士の、で今は結構皆さん連絡横でつながれるようになってきたから、うん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 、情報もね行き渡ると思うんですけど、す、ね、昔はね電話とかファックスぐらいだったんで、うん、そうですね、今とかパーティーとかよく集まりあるじゃないですか、うん、だから学校とかにみんな、あ、そうですね、なんか応募者の方からね、なるほど、そうですね、そういうパーティーにうちも参加したりとかありますね、うんうん、そうですよね、はい、山田先生は吉田さんがコンタクト、はい、もともとはちょっと出版社経由で交渉しようかなというふうに、うんはいはい、ずっと人気があった作家さんなん で、うん、で出版社さんの方にも交渉してたんですけども、やっぱりちょっとうまくいかなくて止まってしまってたんですね、うん、でそれでまた改めてちょっとまあネットの方も探してみようかなと思って見てたら、ブログもやられてて、でツイッターもやられてて、で、あっってなって、でそれで思い切ってもうツイッターで、はい、メッセージを送ろうかなと思って、でフォローしたんですね、はい、そしたらフォローありがとうございますっていうようなのが、うん、コメントが返ってきて、うん、でもそれで、あ、返事があったと思って、うん、でそこの場でツイッター上で交渉をしまして、すごい、で、はい、いや実は復刊させていただきたいんですけど、はい、っていうようなことで、はいはい、そしたら検討させてくださいっていうようなお返事もいただいて、でしばらく経って、でこちらのメールアドレスとかもお伝えして、でまだ返事がなくてどうなったんだろうなとか思って、うん、こうダメになっちゃったかななんて思ってたんですけど、いろいろなところに確認を取ったりしてくださってたみたいで、もうぜひやらせてくださいっていうふうに改めてメールいただいて、でそこからこうトントントンと話が進んでいって、でまずレバリアースっていう作品が、はい、完結、そうですね、こちらが短い関数だったので、うん、まあ、ここからで投票数も多いしっていうことでやらせていただいて、ですごくやっぱ反響があって、でそれでそのオッツキーム三部作って言われているレバリアース、幻想大陸、時の大地っていう順序で出していきまして、すごいじゃないツイッターでね、そういう時代ですよね結構でも今多いですね、皆様のおかげでプロジェクト達成、ありがとうございます。